電園調布駅は東京都大田区電園調布3丁目にある東急電鉄の駅である東横線と目黒線が乗り入れている。線路名称上では東駅が正式な目黒線の終点であるが東横線の東駅から日吉駅までは複々線でそのうち2線を使用し目黒線の列車は日吉駅まで運行しており東駅日吉駅間でも両系統を案内上 別路線として扱っている。駅番号は、東横線が t y 零八、目黒線が m g 零八である。駅長所在駅。電園庁俯瞰内として、東駅と玉川駅及び東急玉川線、沼部駅を管理している。東駅は、大田区最西端の駅である。島式ホーム2面四線を有する地下駅。外側は、東横線、内側は、目黒線が使用する。 横浜方面と日吉方面、渋谷方面と目黒方面は同一ホームで乗り換えが可能である。目黒線、東横線ともにホームドアが設置されている。改札口は地上1カ所のみで、有人通路はシースルー改札である。トイレは東急管理のものが改札内にあり、ユニバーサルデザインの一環として多機能トイレも設置されている。 改札外にも自治体管理のトイレが設置されている。改良工事前は3面4線の形態で、東側はメカマ線が、西側は東横線が使用し、駅舎も地上にあったが、改良工事中は、京上駅舎となり、同時に現行の形態に変更された。東西方向に傾斜があるため、東側の外区は、 改札口と同じ高さだが、西側の外区はおよそ建物1階分高くなっている。西側に面した洋館風の旧駅舎は、東横線復々線化事業の一環としての、田園町布と川間改良工事に伴い1990年9月4日に、使用停止となり解体されたが、改良工事が完成した2000年1月15日に、復元された。復元後は、 駅舎としての機能は持っていないが、入り口の裏側にエレベーター乗り場がある。駅舎の復元工事に要した費用は約1億円である。周辺が完成な住宅街であることから、夜間工事は不可能で長期にわたる難工事となった。この改良工事では当初田園調布、玉川両駅へのエレベーター設置の予定はなかったが、地元住民の運動により設置が決定され、 その後の日本の鉄道駅の本格的なバリアフリー化の講師となった。埼玉高速鉄道線浦見園駅及び都営地下鉄三田線高島平駅を発着する臨時列車港未来号は2006年8月運転分まで武蔵小杉駅で目黒線から東横線への転線を行っていたが同年12月運転分より目黒線の日吉駅延長までの間と 最後の運転となった2011年12月24日の運転分では当駅で点線を行っていた。2013年3月16日の東横線の東京メトロ副都心線乗り入れに伴う優等列車の重量編成化に対応できるように地下化当時から渋谷方にげ両分ホームが延長された。東横線、目黒線の玉川駅よりには 東急玉川線への連絡線が設けられており、同線の玉川駅へ直通している。この連絡線は2000年8月5日以前に、メカマ線が使用していた。各線の2020年度の1日平均乗降人員は以下の通りである。近年の1日平均乗降人員、乗り換え人員の推移は、下表の通り。近年の1日平均乗車人員の推移は、下表の通り。 噴水を中心とした西口ロータリー、そこから広がる放射場及び同心円状の道路、街路樹の銀南並木は旧駅舎と合わせ田園調布のランドマークとして広く知られている。この西側一帯は都内でも有数の高級住宅街である。商業施設は駅上部のショッピングセンターのほか、東側に商店街が存在する一方、 西側はいくつかが点在する程度である。改札口北側にはスターミナルがあり、東急バスが運行している。日曜日と祝日の午後は、隣の自由が丘駅前周辺が、歩行者天国で通行止めになるため、同駅を発着する東急高知自由が丘線は、折り返し待機のため当たり駅まで改装される。かつては、成城学園前駅、羽田空港、大森駅、 世田谷区民会館へ行く路線バスも存在した。また池や広北への無料車取るバスも運行されていた。駅設置当時の1923年地名は、江原郡調布村大旗上沼部屋座、日屋であり、村名をとって調布駅としたものである。まもなく、田園を関することになるが、東急では田園都市づくりからとしている。 地名はその後の1889年に茨城郡、東調布町になり、1932年東京市に編入した時に大森区、田園調布になった。調布の由来は、古来この地で朝廷に町として、手作りの布を収めていたことによるものである。ありがとうございます。